せいたしました。くるくるクールのマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。ベリーホットキャッスルオブボーザージュニア三尾さん、ベストクリアタイム1分、クリア率 5.73%、 遊んでいきましょう。ベリーホットキャッスルオブボーザージュニア、キノコをまずいただけるんですね。ありがとうございます。次はどん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 進んでいきましょう。危ない危ない、ああ調子に乗ってた。調子のないファイヤーバーの動きをよく見て、ここで一回待って叩いて大丈夫かな。よしガスバ、あ調子に乗らないってさっき言ったばっかりなのに調子に乗っていくんだよね。でダメージ食らっちゃうと、このファイヤーの動き見るの忘れてた。でもそんなことしてたらクリアできないからね。これ下行ってみますか。よし1アップかな。ファイヤーとかだったらありがたいけど、さすがにそんなに甘くはないぞと。でも中間アップか。中間あるコースは大好きなんだけど、ここまで特に目新しいギミックとかそういうのはないですね。ランキングの上位に振ってるコースだから何かあるかなとも思ったんだけど、あくまで基本の面白さを追求したコースなのかな。ガスバーナー一回待って、次くるりくるり、調子に乗らない、それが今回クリアするまでの合言葉。ファイヤーバー、ここは行っちゃう、ここも行っちゃう。上くぐって、はあ、調子に乗んない、乗ってないけどミスった。よし今度は無事に抜けてこられたけど、この先は扉か、新しいエリア、ボス戦だと思うけど、ファイヤーか。ここでいきなりファイヤーをもらえる。多分やり直しちゃったらファイヤーじゃないんだろうから、一発で決めていこう。大丈夫、こういった7光だったら全然余裕で倒せるんで、ここでスピンしてるだけでいいんだもんね。これ見つけた人マジ天才。小さくジャンプしてるとクッパーズジュニアのあの変な動きでね、当たっちゃうことあるから、ウォーキングにジャンプしているのが安全だと思います。鍵を取ったらさっさと扉に入っちゃうよ。 OK。 いやーシンプルなクッパーズのステージで面白かったですね。まあ、あと一つ言えば、大きなクッパもどっかで出てきてくれると盛り上がったのかな。よし次のコース遊んでいこうかな。ベリーホットキャッスルオブボーザージュニア。そうかそうか、七光がメインのコースだから大きなクッパは出てこなくていいんだね。次のコースはスピランコースになります。親方空からドッスンガースピードラン量産、クリア率は 6.3%、 ベストクリアタイムは16秒。まあ、そこまで難しくなさそうかな。ドスだったら可愛い女の子が空から降ってきてくれるといいんだけども、三段ジャンプからのスピンかなと思ったけど、スピンじゃなさそうだった。ドッスンっていうイメージがあったからスピンしちゃった。よいしょ。よ、三段ジャンプ。当たるんかーい。ちゃんと雲でやんなきゃダメね。1、2のサンガリア。よし、次。こっちも三段ジャンプ。ここで初めてスピンか。しゃがんでからの、お、すごい。スピン、間に合った。間に合わないかなと思ったけど、1、2、3、スピン、して、親方、飛行席ください。お願いします。空飛んでみたいんです。マリオタイム。マリオタイム。ほほう。ジャンプする位置と、Z って書いてあるのを見逃さなければ、まあ大丈夫かな。親方、空からドスンガ量産でした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいきましょう。お次はこちら、ハテナブロックの中身、なんじゃろな。エーテルセカンドさん、5.46%、18秒。何が入ってるの、今まで見たことないもの、毒キノコ。叩けばいい？叩くよ。なるほどね。なるほどね。でもどうやって重ねてるのかわかんないや。あ、取っちゃった。まった、これはどうするよ。とりあえずブラックパック倒しておこう。これ待って、スターの状態のまんま行かないとダメだったんじゃないの。ピースじゃもうディッキーでしょ。そうだよね、そうだよね。いや
待って、Pスイッチはもっと先に使っちゃってもよかったか。これ取る順番が大切だよね。こっちに下来ないでね、まだね。はい、タイをあの辺にやって、Pスイッチ踏んで、キノコ取って、スター取って、ジャンプ。ちょっと遅れちゃったけど、これな、あ、しまった。一マス下にロックガルマンぶん逃していた。よいしょ、これででも間に合わないね。Pスイッチがここにあるのね、オッケー。まず、バネはあそこに置くでしょ。これでどう、これで、あー、よいしょ。チビマリオじゃダメなんじゃないの。多分、きっと間に合わない気がするんだけども。間に合わない。Pスイッチを最後まで持ってきておくか。パウブロックは早めに投げちゃってブラックパックも倒してもオッケーっぽい。よし、キノコも取っちゃってオッケー。よいしょ、Pスイッチをこの辺で踏む。よいしょ、これでどう、感じで。これだったら間に合うんじゃない。ダメージは食らっちゃうかもしれないけど、ほら間に合った。これでゴール、よかったね。大事なの、花ブロックの中に入っていたアイテムを取る順番でしたと。面白いコースでした。ありがとうございます。ハテナブロックの中身、エーテルセカンドさんのコースでした。ありがとうございます。今日あと1コースやって終わりにしようかな。今日のラストのコースはこちらにしましょう。いいねランキングの国内の普通からボム兵大好きたまちゃんさん、 33% のクリア率ですね。楽しく遊んで終わりにしましょう。さーて、今週のくるくるさんのマリオメーカーは、ボム兵を踏めないところから始まっていきます。大丈夫だね。何が大丈夫なんだ、全然分かってないけども、これは踏んじゃうよ。そうするとワンワンが落ちてボム兵が全部いなくなっちゃう。ここでもピースエッジが出てくるんだ。一応もらっていきましょう。ここは、あー、了解了解。このピースエッジ使うのかな。ボム兵が何匹か出てきて道を壊してくれると。ここで塞がっちゃうんだ、これ。あ、戻れない。この上行きたかったな。何かあったかな。まあいいか、パウ叩いてくれて下のブラックパックが一掃されまして。どうするのこのピースイッチ、ここで使うの。使ったよ使ったよ。おお、そういうことね。別に持ってくる必要なかったんじゃないかい。でもいいね。あんな動きをしてくれるのね、かわいいわ。これでバネが出てくる。なるほど。ちゃんとさ、一回使用済みになったボム兵の出口が塞がれてるところがちゃんとありがたい。このバネ持っていこうかなと思ったけど降りれなくなっちゃった。まあいいか。上、何かありそうな気がするんだけど、いけないかな。よいしょ、何にもないね、何にもないね。ちょっと意識しすぎたかな。よし、進んでいくよ。お邪魔します。次に待ち受けているのは何何、ああ、バーナーか。全然バーナーが見えてなかった。このハテナブロックにちょっと意識を行きすぎたかな。何か入っているわけではない。ここなんか一気に、え、あ、そういうことですか。多分どっか一箇所くらい当たりのスルーできるところもあるんだろうね。あ、そういうわけじゃないのか。何でもない段とブロックが置いてある段と一つずつになってるんだね。これファイヤーじゃない、キノコかーい。落ちていって大丈夫。多分 Pスイッチを踏むとワンワンが落ちていくステージだよね。これでどう、さあ、あ、怖い。今ワンワンに当たりそうだった。これはプロペラ、プロペラ、こっちで合ってる。中間ポイントあったっけこのコース。あ、よかった、合ってた。足元見えないとどうしても不安になっちゃうんだよね。メットをかぶってからの、さあこれはどうすればいい。投げるのか、かぶるんじゃなくて投げるとは思わなかった。これ投げたはいいけど、あ、1発用だね。
ありがとうございます。さあ次、石は叩くと、あ、下に向かってチタが出てきたけど、そっかそっか、さっきここに入ればよかったのか。あ、これは重いんだけど、止まった。マリオ30年おめでとうということでゴール。いやー、意外とね、短い中に裏ルートっぽいのもあって楽しみで、この辺のステージでした。ありがとうございました。ボム兵大好きたまちゃんさん、 OK です。さて、今日のくるくるクールのマリオメーカーはこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はもしよろしければチャンネル登録お願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるクール、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。